なお城ということで、今日はここどこだか分かります？川越城にやってまいりました。急に街中でね、車の音とかもすごい入ってると思うんですけども、ここはね、川越城の大手門に当たる場所です。後ろに立っているのは川越市役所、そしてその手前にあるのがこれ誰かというと、はい、太田道館さんでございます。太田道館さんというのは川越城を築城したというふうに言われているお方で、1457年頃ですね、太田道館さんとお父さんの道心さんがですね、川越城を作ったというふうに言われております。あれめちゃめちゃラフな格好しますけど、あれね、鷹狩りに行ってる時の姿というふうに言われてまして、あれ持ってるのがね、あのキーポイントで、右手あれ何持ってるかというと山吹持ってるんです。なんで道館さんがあれ山吹持ってるかというと、これあの道館さんの器がありまして、鷹狩りに行って、出かけたんですけど、途中で雨が降ってきちゃって民家に雨宿りに行った時に、その民家のですね、女性がですね、あの雨に当たらないようにこう美濃あるじゃないですか、美濃じゃなくてなぜか山吹の花をね渡してきたそうなんですね。で道館さんそれに怒ってですね、なんで山吹なんだと、美濃よこせと言って、ね、怒って帰っちゃったんですよ。ただその後ね、道館さんね、後で気づいたんですよ。実は古い歌がありまして、山吹花が咲くけども実のならないのが寂しいというメッセージだったんですよ。つまりだからその女性は和歌に乗せておしゃれに、すいません、うちの庭、うちは山吹はありますけども美濃がないということで、それを伝えたかったんですよ。で道館さん、あ、これは私恥ずかしい思いをしたって言って、そこから一生懸命和歌を勉強して、実は和歌の達人になるんですね。その逸話があるということで、山吹持ってます。これ川越市の市の花にも、ね、なってます、まあ、そんな道館さんが、ね、作ったと言われる川越城のホテルなんですけども、一応ね、あります、読みます、川越城大手門跡とあります。ここから、向こうにお城が広がってまして、で川越というとあの蔵の町並みが有名ですけども、あれはねまた反対側の向こうの方なんですけども、今日はね川越城をメインで行こうと思います。で川越という町はね、江戸とのつながりがすごい深くて、新河岸川という川があって、その川を通じて、あとは芋が有名ですから、川越の芋とかも有名になって栄えた、町がありますけども、今日はねお城の本体から行こうと思います。川越城はね、室町時代の中頃に作られたんですよ。きっかけが、古賀公方と扇が上杉家の対立っていうね、ややこしいですね。古賀公方がね、足利家なんですけど、将軍家、京都から関東に派遣されて、その政治を担ってたんですけども、その家臣で上杉家ということで対立して、鎌倉にいたんですけど、逃げて、古賀に行くんですよね、古賀公方って言われて。で、利根川を挟んで、上杉家とかね、扇ヶ谷上杉と山の内上杉がですけど、ここがね、古賀公方と対立して利根川沿いにお城を作るんですよ。その一つが川越城、あとは江戸城もそうだし、あと岩槻城もそうで、話の途中だけどここちょっと拾ってきます。ここで中野門、あと中野門の堀の跡なんですけど、見てください、これ良くないですか、すごくないですか、これこれ住宅街の中、いきなりですよ、両サイドで住宅街で急に堀があって、でこのルートですよ、この字型をこう描いてて、この堀はどこかというと、これです、中野門堀って書いてありますので、こうでしょ、ってことは、来るのはだからこう向こうから来て、もう一個堀があって、それをこう渡ってこう行って、こうなんだ、この辺りにだから中野門っていう門があったわけですよ。あ、で中野門のあれだ、復元図みたいなもの、あ、これだこれこれこれ
めちゃめちゃ立派だ。2階建てで入りもや作りのヤグラモンっていうやつですね。あ、でここにも書いてある。これ。あ、なるほど。でスタートがここでしょ。で道館の像があったでしょ。で市役所でしょ。でこう行って歩いてきました。で手前にやっぱ1個あって、でもう1個そこに土塁があったの。あの辺りに土塁があって、で手前で曲がります。で曲がってそこの堀にぶつかります。ぶつかって門、この辺りか、この辺りだ、この辺り、中の堀跡がこれってことは門、この辺りかな、この辺り、この辺りだで入ってまたそのルートで向こうが二の丸本丸がね続きます。はあ、面白い。じゃあこの後はね、こうやってねしっかり残ってるんですけども、中でもね川越町といえばやっぱり建物ね、超貴重なものが残ってますんで、それを見に行きましょう。行きましょう。ということでやってきたのは本丸御殿でーす。あれです、あれです。あれは1848年に建てられた建物で、これねめちゃめちゃ貴重なんですよ。なぜかというと、お城に作られたお殿様が住む本丸御殿、これね全国に残っているのはなんと2箇所だけ。1箇所がこの川越城なんですよ。もう1箇所はちなみに、ね、あの高知城にございます。高知城は天守の麓のところに本丸御殿残ってますけども、あれと実は川越城2つだけなんですよ。で御殿と呼ばれるものはあと2つちなみにね、残っております。どこかと言いますと、掛川城の二の丸御殿、そして京都にある二条城、これに二の丸御殿が残されているので、御殿はね全国で4つしかないんですよ。天守は全国で12個、現存12天守と言われるものがありますけども、あの天守よりも実は残っているものが少ない超貴重な建物なんですよ。ただね、このね、川越城の本丸御殿はちょっと変わったところがありまして、明治時代になるとお城っていらないものになってしまいますので、建物がねどん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 取り壊されたり払い下げられて別の場所に行ったりというのがあるんですよ。なのでこの一部がですね、家老詰所という、まあ、ご家老がね、作戦会議をする建物があるんですけど、それはね別の民家の方にね移築されて、で後日あれこれ川越城の建物じゃないのってなって、ここに移築されてます。それがね奥の方にございます。はい、写真ご覧ください。はい、こんな感じです。中にはね、ご家老が会議してるシーンなんていうのがね再現されてます。じゃあ手前のはっていうと、これはね玄関とか、広間がねちょっと残ってるんですけども、こちらはじゃあどういう風に使われたかというと、明治時代川越ら辺は入間県に含まれるんですけども、入間県のね県庁としてまず使われてます。でその後、いろいろ県の施設とかになっていくんですけども、あれは戦後になってからな、戦後になってからは中学校のなんと運動場として使われてます。なのでもちろん建物としてもね貴重なんですけども、見てほしいのは上上を見ると何があるかというと、はい、写真ご覧ください。どうぞ。なんとバレーボールの跡がくっきり残ってんですよ。もちろんねお城の建物、そんな貴重な建物になんてことと思うんですけども、まあお城っていうのは地域との共存の建物でもございますので、それもまた一つの愛すべき歴史かなと思いますので、来た際はぜひ上を見てください。でね、まあ、この本丸御殿もいいんですけども、その向かいここもね、実は川越城ゆかりの場所なんですけども、実はねここね、まあ、天神様神社があったんですけども、なんとね、あの東梁星ありますよね、民謡って言ってるのかな、なんつうんだろう、歌、ありますけど、あの発祥の地というふうに言われてます。東梁星というと、なんか行きはよいよい帰りはつらい、レレレレンデレンデレンデみたいなね、あれがここが発祥の地だそうです。まあ、なんとなくこう回るとね神社があるなって感じなんですけども、あのねこの周囲の土塁、これはおそらく川越城の土塁だろうというふうに言われてます。
でここ一帯はね、天神様だから、ね、天神黒輪っていう風に言われてて、お城の一部だったんですよ。あ、書いてあるんですよ、わらべ歌、人形というかわらべ歌か。あ、そうそう、川越城って七不思議あるんだよね。全部はわかんないな。あ、これとか有名ですね、霧吹の井戸。これ今あれかな、あそこの歴史館博物館のとこにね、井戸があるんですけど、かつてそこから霧が吹いて、敵から隠したと、敵攻めてきた敵からお城を隠して守ったっていうことで、別名ね霧隠れ城なんていうふうに言われている、まあ逸話の一つかな、七不思議。あと20日の杉って、これ三好の神社だからまさにここですね。この裏手にあの杉があって、そこにね毎年渡り鳥である20日が来て、杉の周りを3度回ってかで飛び去ったっていうのがあって、別名20日城っていうふうに言われてまして、結構川越の建物とかで、ね、20日って名前のつくの多いです。あ、すぐそこにね球場が今あるんですけど、それ20日球場とかね呼ばれたりしてます。あと他にもいろいろあるんですね。片場の足とか、天神みたらしの聖水、瞳悟空、あ、人柱もあるんだ、そっか、夜長川の小石杭、城中ひずめの歌、まあいろいろね、こう七不思議があると思う。で、ここだるいですね、これも立派ですね、神社ね。これはあの川越城が建てられる前からにあったというふうに言われてて、ここはねあの当時のままだそうですよ。あの参道の形とか境内の雰囲気、土塁があって車があって、ですぐそこが本丸なわけじゃないですか。この神社面白いのはね、あの川越城が築城される前からあったということで、地域の方々から愛されてたんですよ。愛されてたけども、お城の中に入っちゃって、しかも本丸すぐそこじゃないですか。そしたらもうなかなか行く機会ないと思うんですけども、いや、こんだけ愛されてる神社はないということで、特別に時間とか設けて一般の方がそっちから参拝できたらしいんですよ。で、あの川越城の縄張り図みたいなのが昔からここにあるんですよ。でここから向こうから参拝することができたらしいんですよね。未だにこうやってね愛されてます。川越城って、まあ、本丸御殿とかね、残ってたりするんですけども、あの土塁空堀っていうのがね、あの町の工事とかで、町づくりの工事でなくなったりしてるんですけども、まだ残ってるところがちょっとありますんで、そっち行ってみましょう。川越城はね、天守がなかったんですよ。天守がなかった代わりに、またここも櫓ですね。天守の代わりとなる高い櫓があったんですけども、その櫓の跡がですね残っておりますので、じゃあそっち行ってみましょう。ということで、続いてはね、住宅街の中ですけども、ここです。これ来たかったんです。富士見櫓跡です。富士見櫓ということはね、その名前の通り富士を見ることができる櫓がね、この上に立ってたそうなんですよ。今私がいるのは堀の底にあたります。で、堀の底があって、あそこに櫓台があって、奥に何があったかというと本丸です。さっき言ってたところ、本丸御殿があります。もうちょっと行ってみましょうかね。富士山見えるかな。まず大前提で曇ってるからかな。かなり木が成長してます。さあ来ましたよ。いや、まだ行けるな。よし、ここに立ってたんだ。あー、ここに立ってたんですね。そして南西か、南西だから今南を向いてるから、じゃああっちの方です。行きますよ。富士の絶景を
ご覧ください。どうぞ。全然それそうだね。あっちにね、かつては見えたんですよね。景色がいいと今も見えんのかな。隣にね、高い建物ありますけど見えんのかな。川越城、富士山も見てみよう。あ、見えるんだ。川越城の富士宮城からも富士山って上げてる人がいる。この建物どれだ、どの角度だ、どれだ、わかんないけど天気よければ見られるみたいです。すげえ。あ、ここちあれか、川越高校なんだ。川越高校隣でさっきからドンドンドンと音がするんですけど、応援団かな。あの、僕埼玉県の、ね、熊谷高校ってところ出身なんですけど、埼玉県の県立四天王っていうのがあって、熊谷高校でしょ、春日部高校でしょ、浦和高校でしょ、あとね川越高校なんですよ。ライバル校だったんですよ。で、男子校なんですけど、お互いね、川越高校はねいいんですよ。何がいいかというと、文化祭の時ね、女子がねたくさん来てたんですよ、女子高生が。なんでかというと、ウォーターボーイズの聖地というか、ウォーターボーイズの人たちですよ。あー、ここか、お隣、この富士宮ぐらいのお隣だったんだ。応援団のあれだ、練習の音だ。じゃあ、神社がねありますんで参拝して行きましょう。何神社だろう。失礼した。あ、御嶽神社。失礼した。あの山岳信仰の、ね、神様祀ってるところですよ、御嶽さん。あれ、こちらは、あ、富士見稲荷大神、富士山。これじゃああれかな、富士山のところで溶岩持ってきたやつかな。富士信仰っていうのは江戸時代結構ブームになったんですよね。富士講っていうのがあって、簡単に言うと富士山サークルみたいなのがあって、全国に富士山にまつわる神社っていうのはたくさん、あの、気づかれて、たくさん作られてるんですよね。これだ、多分そうだな。え、こっち来るの初めてだな。溶岩、これ運んだんだろうな。ここ櫓台があって、向こうがね本丸になるんですよ。土塁があって、あっちか、あっちが本丸か。土塁が残ってますね、ここにね。ちょっとね、これは堀と土塁だし、あ、虫食った。こっち行っちゃいけないんだ。ここもね、お城の跡ですね。紐が張られてますね。お邪魔しました。あ、面白かった。よし、じゃあこの後は、まあ、お城、川越といえばね、お城もそうなんですけども、
実はね江戸城とゆかりの深い場所がございますんで、そこで終わりにしようかな。行きましょう。ということで最後はこちらです。北院にやってまいりました。ここはですね、実は江戸城、江戸幕府、将軍家と非常にゆかりの深いお寺なんですよ。もともとはね830年頃に作られたお寺なんですけども、大きな飛躍のきっかけとなったのがですね1599年、あの有名なお坊さんがここのご住職になるんです。誰かと言いますと、和尚でございます。実はこの方、明智光秀が生きてて家康の側近になって天海と名乗ったんじゃないかとかね、光秀と同一人物都市伝説みたいなねありますけども、この方はですね、もともと会津地方出身で、であの家康の側近になって国威の最小なんていう風に言われまして、江戸幕府の初期を支えたブレーン僧侶でございます。この方がご住職になったということで、この北院はですね江戸幕府と非常に深いつながりを持ってですね、お寺が栄えていくわけなんですね。さあそれでは中行きましょう。あ、そうそう、このね、あの北院はね、川越近辺の方、埼玉県民とかもうあの初詣でおなじみですね。開運厄除けということで、川越大師というふうに言われてまして、毎年すごいんですよ。初詣40万人ぐらいじゃなかったかな、めちゃめちゃ来るんですよ。立派なもんですね。さあ境内でございます。あれね、こちら、あのこれもね北院の名物です。五百羅漢、ブッダのお弟子さんとされてる羅漢の羅漢がですねバーッと並んでるんですよ。この五百羅漢の楽しいのは、あのなんか自分と似てる顔の人がいるんですよね。もしくはまあ自分の親族とかね、好きな人とか好きなアイドルとか、そういった、ね、方と、ね、似てる顔を探すというのも、ね、また面白いんですよ。こちらが北院の本殿ですね。めちゃめちゃ立派ですね。ね、ちょっと参拝時間ね終わっちゃってるんで、江戸城と非常につながりが深いというのはですね、この辺りです。これです。ここの建物何かというとですね、実は江戸城から移築したものが残されてるんですよ。しかもその移築されたものって何かっていうと、あの徳川家光が生まれたとされている部屋、それがねここにね移築されてるんですよ。あとはその家光の乳母で大奥を作って絶大な権力を握ったという大河の主人公にもなった春日局の部屋、通称化粧の間がですねここに移築されてんですよ。普段はね拝観時間であればね中を見ることができます。でなんでじゃあ徳川家光さんがこんなに北院に力入れたか、まずは理由としては、その家康さんが慕って側近にしてた天海和尚ゆかりのお寺であること、さらにねもう一つね理由があるんですよ。じゃあそれが分かる場所はねありますんで、本殿の奥の方、おそらく一般の参拝者の方はあまり多くはそちらに行かないという場所がございますので、あら、アジサイが綺麗に咲いてる。この季節はいいですね、アジサイがね綺麗。
さっき。あ、こっちもちょっとこれもうピンクっぽいですね。あ、弁天様かな、厳島神社かな。だいたいね、こういう水に囲まれたところにある神様はね、弁天様だったり厳島神社を肝心したものがね、多かったりしますよね。さあ、こっちですよ、こっち、ここ。なぜ家光さんがこの北犬を大切にしたか、理由はこれです。はい、禅場東照宮、東照宮全国各地にたくさんありますけど、ここ川越にも家康さんを祀った東照宮があるんです。じゃあ全国にたくさん東照宮があるなら別にここを特別視する必要ないじゃないですか。ただ、ね、特別なんですよ。家康が亡くなったのどこだかご存知ですか。今の静岡市なんですよ。駿府城で亡くなったというふうに言われてまして、家康の遺言によって葬られたのは久能山というところなんです。ここも久能山東照宮というのがあって、家康さんのお墓がございます。ただ一般的にやっぱ知られているのは家康のお墓というとどこにあるかというと、私もね、中学校の時から修学旅行で行きましたけども、日光ですよね。日光東照宮、東照宮の中だと一番有名ですよね。じゃあその2つの東照宮、どちらもお墓がありますよね。これね、家康さんを最初久能山に葬って、その後遺言で日光に移したというふうに言われています。ということは家康さんのご遺体運んでるんですね。運んでる途中に大きな法要を行っているんですよ。その法要4日間行われた場所というのがここなんです。なので久能山、日光に次いで非常に重要な場所だったんですよ、ここが。なのでここにも立派な東照宮、千葉東照宮というのが作られております。ただね、川越はその後大きな火事があってですね、城下町含めこの辺り北院もですね焼けてしまうんですよ。そうすると家光さんが動くんですね。家光さんはおじいちゃんの家康が大好きなんですよ。日光にも何回も行ってます。ということで大事なここをしっかり改築しなきゃいけないということで、江戸城からいろいろ資材を送ったりとか、あとは部屋も送ってるんですよ。その部屋がさっきのあれですよ、期待にあったやつで、東照宮もしっかり復興してるんですけども、その時に川をね、江戸から川越につなげる川を整備したんですって。それが新柏川という川です。その後ね、新柏川を使って川越というのは町が一気に栄えていきます。で、江戸の中期から川越というのは芋がね、盛んに作られるようになって、川越の芋というのが名物になります。で、町が栄えていくんですけど、明治の時にまた火事が起きてしまいまして、町がほとんど焼けてしまいます。焼けてしまって、二度とこれを繰り返さないようにというので進んで作られたのが今の蔵造りなんですよ。なので、まあ、何が言いたかったかというと、今の町並みは、江戸とのつながりがあって、栄えたのがベースにある。その栄えるきっかけになったのは、家康さんをここで、法要、家康さんの法要をここで行ったから、でその後焼けちゃったから、そんな感じなんか伝わったかな。最後じゃあ参拝しましょう。石の灯籠がいろいろ寄進されてますけど、名前見たいな。灯籠はね、名前見るの楽しいんだよな。いろんなね、当時の大名の方々が寄進してるんですよね。日光とかね、黒田長政とかね、いろいろ分かるんですけど、ここもね見られると思うんだけどな。じゃあ参拝して、ちょっとお金は投げらんないですね、届かないな。そういえばそうだ、あんた方どこさってあるじゃないですか。あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さってあるじゃない。あの発祥って熊本っていう風に言われてるんですけど、実はここっていう説もあります。
千場山にはタヌキがおってさ、千場東照宮、この辺り千場って言ったんですよ。じゃあなんでここが発祥かって言われると、実はあれ戊辰戦争の時に新政府軍がここまで来て、その時にこの辺りに来たのが肥後の人たちだったそうなんですよ。で肥後の人たちが地元の人たちに自己紹介を兼ねて歌で子供たちにそれを伝えたという話があって、それが発祥の説の一個だそうです。そうだそうだ、それ忘れてた。じゃあそれを伝えたんで、私はもうちょっと川越の街を巡ってこようかなと、まあ、もう日が沈んでくるんで、うなぎ食べながら一杯でも贅沢に行っちゃおうかな。じゃあありがとうございました。バイバイ。